はい、それでは英語文法、文型の解説をいたします。文型、いわゆる語文型ということで習うことが多いですけれども、それの説明です。まあ、これが分かっていると長文を読む上でも役に立つことが多いです。で、その文型の説明をする際には、 SVO だとか C だとか略称を使いますので、まず最初にその簡単な説明をしておきます。 S はサブジェクトの頭文字で主語です。 V はバーブで動詞です。O はオブジェクトで目的語です。C はコンプリメントで保護です。まあ、それぞれがどのようなものかというのは例文を見てから、馴染んでいただけたらと思います。それではまず第一文型から見ていきますと、第一文型は SV からなる文のことです。例えば He smiled、 シンプルな文ですね。これでも立派な、文を成しております。で、 My uncle lives in London、 これも SV ですね。このインドコドコとか前置詞付きのものは S とか V とか O とか C とかにはなりません。で、次の、there are 構文、there is 構文ですね。何々があるとかいるとかいう構文ですが、これはちょっとややこしいですね。there are two cats on the roof。 屋根の上に2匹の猫がいると。この場合、やはり主語はね、いる猫ですね。ここでは two cats。これが主語になります。はい。それでは次に第二文型に参りまして、第二文型は SVC ですね。この時、S イコール C が成り立ちます。それが次の第3文型の SVO との区別ですね。まあ、よく言われることではあります。例えば、なので、その第2文型の SVC の時は B 動詞が典型ですね。 My sister is a nurse。 My sister イコールナースですということです。で、 B 動詞の他にどのような動詞があるのかというのを見ていただきましょう。 My aunt remained single。 私のおばは独身のままだった。この remain だとか、 she got angry、 彼女は怒った。この変化を表す時の got だとか、あとは細かいものですね。go bad で悪くなる、腐るとか、seem で思われる、見える、なんとかのようだとか、taste でなんとかの味がするとか、このような動詞が第二文型になり得ますので、合わせて見ておいてください。で、次の第三文型が一番普通の文型と言ってもいいでしょうかね。何々が何々をこれこれするという、SVO の文型です。なので例文も少なめですが、もうシンプルな例文ですね。 We clean the classroom。 私たちは教室を掃除したと。こういうものが典型の例文で、もういくらでも例文が出せます。ただこの2文目は若干注意ですね。 We enjoyed ourselves at the party。 直訳すると、私たちはパーティーで私たちを楽しませたぐらいに訳すのでしょうかね。まあ、SVO と考えることができて、このようななんとかセルフという再起代名詞を使うこともあります。まあ、英語に関しては他のね、フランス語だとかでは結構あるんですけども、あまり再起代名詞じゃないので、そんなのがあるんだなと頭の片隅に置いていただければと思います。それでは次の第4文型に入りまして、ここからが本題ですね。第4文型、第5文型がややこしいので、ここから気合を入れてください。第4文型というのは SVOO、O1、O2 だとか、で、O1 のことを間接目的語、O2 を直接目的語とか言ったりしますけれども、目的語を2つ取る構文のことです。で、1つ目の O1 に当たるものが誰々にって当たる、にに当たるものですね。で、2つ目の O2 の方が何々、O の O に当たるものです。というのを分かっておくと、だいぶイメージが湧くかと思います。つまり、誰々に何々をほにゃららするという形です。なので、この第4文型を作る動詞も限られておりまして、典型が義務ですね。 Father gave me this watch。父は私にこの時計をくれたってことですね。誰々に何々を型です。そしてこの第4文型は大抵書き換えることができまして、今の例文ですと、Father gave this watch to me というふうに書き換えができます。で、ここで to を四角に囲ってますけれども、第4文型から第3文型に書き換えた時に、この give などのように to を取るものもあれば、この Mother bought me a new bike の場合だと、Mother bought a new bike for me と4を取る形があると。2型と4型って言ったり、give 型と buy 型って言ったりしますけれども、このようなものがあるというのが一つの厄介なところですね。まあ、2の方が多いです。このやってもらって嬉しいことは buy だとか make だとか cook だとかね、そういうものが4を取ることもあります。で、あと、アスク型というか、オブ型と言ってもいいかもしれないですが、これはもうほとんどこの例文でしか見ないので、例文を覚えていただけたらと思います。May I ask your favor?で、書き換えるならば、May I ask a favor of you? と、お願いがあるのですが、と。これをこの例文ごと覚えていただくことをお勧めいたします。あと、その他書き換えができない、ちょっと変わった第4文型というのもありますので、いくつか例を見ていきましょう。有名なのがこの take と cost ですね。It took me 2 hours to go to Tokyo ですね。それは私に2時間を要した。要したぐらいの意味ですね、直訳するならば。これも第4文型になるというのが特徴です。ちなみにこの it のが主語ですけれども、本当の主語は to go to Tokyo。to 不定詞が新主語になっております。まあ、仮主語、新主語ということも一応申し添えておきましょう。同じようにお金の場合だと、
It cost me 10 million yen というふうに、コスト、人、金というこの順番で出てきたりします。これも第4文型でちょっと変わった構文というか、もう特徴的なね、もうこういう形で表現したりします。なので、この日本語を見てね、こういう英語が書けるようになると理想的であります。他にもいくつか、まあ注意すべき第4文型取る動詞があるんですが、まあ一つここの例文になるのを見ておきますと、The new computer will save us a lot of time. Save 誰々何々で、その人のものを省くとか、そういったこともあるので、第4文型はかなり注意が必要です。で、最後は第5文型で SVOC です。この場合もやはり C が出てくるときは、イコールの関係が成り立っておりまして、この場合は O イコール C ですね。こういう関係になっております。なので、この第5文型も注意です。一つは有名なのは make OC 型ですね。O を C にする。例えば The news made me angry で、その知らせは私を怒った状態にさせたとか、O イコール C にを意識してください。で、次の call 型ですね。これも、まあ、わかりやすい例ですね。We call him Teddy。私たちは彼をテディと呼ぶ。だとか、この find ですね。find OC で O が C であるとわかるとか思うですね。あと、まあ、paint OC というか、まあ、このように O を C の状態に塗るだとか、そういったものもあります。ともかく、O イコール C が成り立つような第5文型ですね。これももう、この例文というか、make OC だとか、find OC だとか、そういう形で思っておくと良いかと思います。以上で文型の説明を終わります。